ゆきかぜさん、むきんさん、ありがとう。ピンク、赤だよ。口はピンク。たむちゃんさん、天使の絵の具さん、けいちゃんさん、ありがとう。みちかなり好き、ほんとに嬉しい。コックさんのしげさん、つうまさん、ビルマさん、中野さん、ありがとう。東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。なおさん、ありがとう。明日行くね。おー、ほんとに。そうさん、ありがとうございます。明日みちとハーツワークしよう。おー嬉しい。そう、明日久しぶりにさ、皆さんに会うからさ、あのなおなおさん、ひろたくさん、きょうちゃんさん、スカパラダさん、ありがとう。すんごいトリートメント、あのね、シャンプーをね変えてね、トリートメントをしたんですよ。する、そしたらね、そう、サラサラになってね、テンションが高いの。明日567部です。おしましも使えるので、ぜひとも。明日は対戦よろしくお願いします。ありがとう。明日も匂い、残ってるかな、残ってないんじゃないかな。お、21143、お誕生日おめでとうございます。お、よいしょ。21143、おめでとう。いや、いつかみちの握手行きたいな。待ってるよ。きこりさん、シティリバーさん、マセさん、ありがとう。ねえ、2期生の候補生出たね。出たー。どうしましょう、みんなかわいい。その服めっちゃかわいい。ほんと？あんまり 見ないよね、着ないから。なんかちょっと目 100% って恥ずかしくない、人前で着るの。だからあんまり着ないけど、今日はもう着た。坪井ゆうすけさん、ダダダダムのさん、ナノさん、ありがとう。ポールデノさん、ありがとう。だよ。カープさん、ありがとう。いや、なんかショールーム見ていいよって言われたんですけど、テル57さん、キコリさん、ありがとう。ピオちゃんね、リップ塗ってないよ。ユキカリさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。もう無言で見ます。私は1500さん、ありがとうございます。もう無言でスッスッと入って、スッと抜けてく。いや、抜けはせんかも。みすけさん、こうさん、坪井ゆうすけさん、達也さん、ありがとう。ドラミチコック本当に大好き、ありがとう。私ものメンバーに見ちゃって分かってんねってなった。いや、なんかさ、そう、やっぱ見ちゃうよね、その、あの、何、憧れの48のグループさんで、ね、86さん、こうさん、ありがとう。うん、ひろしって呼んでさん、ありがとう。まあでも
私が多かったのはそのヒガゴンさんありがとう。その自分と同じスクールに通ってた子とかもさ、いっぱいいるからさ、まあ自分が多くなることもさ、あるっていうか、なんて言ったらいいのか分かんないけど、だろうなって言ったら、なんか私がそんな感じみたいになる、自分でなるからだろうなとは思わないんですけど、なんて言ったらいいのか分からないけど、なんかその同じスクールに通った子が多いからさ、書いてくれてる子も多いけど、そのスクールにいた時にも、この STU 入ってからも、なんかその48グループで憧れの欄に私を、今村美月を書いても書いてもらえるということは、そのアクターって言っちゃったスクールとかはいいんだけどいいんだけど、スクールとか STU でそうなんかさ、そう頑張ってたじゃないけどさ、まあさ、まあ書いてもいいなってさ思ってもらえる存在になってるっていうことだから、あの良かったなって思った。忖度じゃねえよ忖度かもしれんけど、まあでもそこに書いてもいいなって思ってもらえてるってことは嬉しいことですよね。しかも後輩さんじゃない子も書いてくれてる子がいて嬉しかった。熱いやろそうそんな感じの気持ちでしたけど、そうでもやっぱさ2期生が入ることによってさ、私も不安があるというかさ、特別扱いはされてないですけどね、別に今までされてるのかな、されてないじゃん、されてる、というか、まあゴゴリバとか頑張ったしな、ね、だってさもうさ知られてるじゃん私のこと、その人たちには知られてるけど書いてもらえるということはね、その通常の時も私はいい子なんですよあのね、永遠のひでぽんさん、シティリバーさんありがとう、いずちゃさんありがとう。そう、私の握手会に来てくれてた子、ん？来てくれてた子もいて、で皆さんも見たことあるんじゃないんですか？分からんけどって思うよね、って思うよね、見たことある方がいる気もする。後輩やば、まずは私の、みんな見に行くけど私のことをなんか憧れの先輩であげてくれてた子から見に行くかな、行くとしたら分からんけど、みんな見に行くよ、でも最後はね、最後までにはうん。
インスタさん、マモルンさん、ケンケンさん、ありがとう。やばいやばいそう、やばいやばい。なんかそうそう、最近料理にハマってるのはね、無心になれるから。料理っていいよね。今の時点ですでに可愛い。顔将来が怖い。みんな可愛くない？なんかビクビクするぜ。本当にすっぴんで配信とかしてる場合じゃないよね。見て、あ、めっちゃ映る。あ、これ福ちゃんが貼った私のやつに。やばいぜやばいぜ。ちょバチバチにメイクして決めていこう。今度から朝とかは無理だけど、夜はどうじゃろうかしら。さあ、ほんまや、寝落ちとかしよる場合じゃね。すずねさん、ありがとう。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位永遠のひでぽんさん、12位平田くさん、11位まもるんさん、10位坪井ゆうすけさん、はー、9位ホタテソマーさん、8位きこりさん、7位元気さん、6位アモズさん、5位ひろしてよんでさん、4位ダダダダムのさん、3位東京特許許可局局長さん、2位ゆきかぜさん、そして1位はルルルルルルルンじゃじゃん、つーもさん、ありがとうございます。ピピピピ、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルルルン、じゃじゃん、達也さん。おしめを見せて決まり、オープン、ありがとう。嬉しいよ、頑張るね。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチラップ、お休み中。明日は握手会がありますね。明日って何曜日？明日日曜日じゃない？あれ？明日違う、月曜よ。7時から配信します。7時半から配信します。7時半から体育の日か。そっかそっか。それでは明日会う方会いましょう明日会う方会いましょうね。またねー、ありがとう。ピロピロン、サラサラ、バイバーイ。会いたーい。